増えて、スパークプラグ交換、ショート事故防止のために念のためバッテリー端子を外しておきます。エアクリーナーの吸気ダクトを外します。一箇所の樹脂プラグを外してダクトを上に引き抜きます。ダクトを外すと3つのプラグコイルが現れます。ダイレクトイグニッションコイルはそれぞれボルト1つずつで固定されています。ダイレクトイグニッションコイルの配線を外します。配線コネクターの爪がしっかりしていて抜けがたいです。マイナスドライバーで爪を浮かして外しました。爪を割らないように慎重に最小限に浮かします。ダイレクトイグニッションコイルには番号を書いておきます。ダイレクトイグニッションコイルは引き抜いて外れます。深い穴の奥にあるのがスパークプラグです。ダイレクトイグニッションコイルに亀裂や焦げ跡がないか点検します。プラグホールにエンジンオイルやゴミが溜まっていないか点検します。スパークプラグはプラグソケットにこのように装着します。プラグソケットを奥まで入れてスパークプラグにセットして反時計回りに回します。結構回す必要があります。スパークプラグが取り出せました。新しいスパークプラグのギャップに比べて古いものは広すぎます。2番目のスパークプラグを外しています。3番目のスパークプラグを外しています。プラグホールをクリーナーで掃除します。割り箸にキッチンペーパーを挟んでやっています。汚れています。新しいスパークプラグは NGK の LKR6C を使いました。まれに外箱と異なるプラグが入っていることもあるようなので確認します。スパークプラグを取り付けています。
ダイレクトイグニッションコイルをセットします。差し込むだけです。スパークプラグとダイレクトイグニッションコイルの取り付けができました。エンジンが正常に動くか点検しています。